どうも、おゆるのりです。今回はロードスターの話ですね。ロードスターのね、ボディカラーに関する雑談、ちょっとやっていこうと思います。僕もですね、S レザーパッケージ、ホワイトセレクション、Z ブラックマイカー契約したんですよね。現在、納車待ち。おそらくあと1ヶ月ぐらいですね、6月の下旬には納車になると思うんでね、そしたらまたご報告しますけども。結構ね、迷ったんですよね、ボディカラー。以前の動画でもね、ちょっと話しましたけども、 この7色の中から結構迷いまして結局ジェットブラックマイカーにしたんですけどもまあこの7色ねあってまあそれぞれの印象コメントはね以前の動画で話してますんでよろしければ見ていただけたらと思うんですけどもそれとは別にですね消滅したボディカラーもあるんですよねこんだけあるんですよまあちょっとね見慣れない色もあるんですけどもまあこんな感じですねイラストにすると ちょっと全部じゃないかなこれジルコンサンドメタリックとか抜けてますけどもまあ全体的に言うとですねあの白黒赤って感じですかねまあ青もちょっとありますけどどっちかっていうと暗い青でね黒に近いような感じなんでこの辺のね明るい赤とねオレンジは限定車ですねこれねオレンジのロードスターなんて見たことないですけどねかなりレアなんですけども 基本的には白黒赤って感じですかね現行の ND ロードスターは以前のロードスターね結構ポップな色多かったんですよね NANBNCNB とか NC ってこんなに色あったんだと思いましたけども以前はねだから黄色とかね緑とかあったんですよね何色かうんあと 水色っぽいい明るい青とかねこれがね現行の ND だとないんでねどっちかというと地味な感じちょっと大人が見た感じの色ばっかりなんですけども結構ねあのポップな色も多かったわけですけどもそれがちょっとねなくなったんでねまあ今回はですね僕が出してほしいロードスターの色これについてちょっと話していきたいと思います。まずははねねねグググレレレレーーーー系系でですす世界的ななトレンドカラーなんですよグレー 今ねヨーロッパではですね1位なんですよ人気のカラー数年前からねホワイトを抜いてねグレーがね一番売れるカラーになってますだからね各社グレーに力入れてるんですよね例えばこのフォルクスワーゲンゴルフのねムーンストーングレーこれ結構見かけると思うんですけどもいいなって思わせるんですよねこのね非常に上手にグレーを使ってるんですけどもどっちかっていうとライトグレーですね あの暗めのグレーじゃなくて明るいグレーですねちょっと青みがかったような BMW の1シリーズなんかもねグレー結構見かけますけどもねうんなかなかいいなっていう上手だなって思わせますね決して派手じゃないしね、うん、だから、ね、国産車もね結構グレー出してきてるんですよ最近ねロードスターがねそこ行くと逆光しててですねこのポリメタルグレーメタリックってすごいいい色だったんですよねこれね去年からちょっと 消滅しちゃったんですよね <laughs> これねあったら僕この色にしてたと思うんですよねこの色好きなんでねうんマツダ3なんかもねこの色走ってるとすごいいいなって思わせますんでねこれロードスター残しておきいてほしかったですね結構人気のカラーだったと思うんですけどねシルバートップってやとすごいかっこいいですねこれねちょっとこの角度から見るとね光の加減だと青っぽく見えますけどもすごい面白いグレーなんですよねグレーってほんと いろんんな色あるんですよねさっき「1万色あるねん」って書いてあったんですけどあれ冗談なんですけどももうほんとグレーってね黒っぽいねグレーから明るいねグレーとか青みかかったグレーとかすごい奥深いんですよねはい最近の国産車でねこのクロストリックのですねオフショアブルーペンタリックこれねなかなかいい色だなと思いますねこの前あの街で見かけましたけどねこれすごいかっこよかった後ろ姿しか見えなかったですけども 何この車って思うぐらいねかっこよかったですよこの色のねクロストレックあのレボーグのね限定車でもねこの色あったんですけどもすごい実写見たけどよかったですね次はねダークグリーンオリーブまあグリーン系ですねこの色がね多分次のトレンドカラーになっていくんじゃないかなと思ってるんですよ僕はね個人的に で、ロードスターね、実はこの、先代まで定番カラーだったんですよ。グリーンが2色か3色ぐらいあったんですけどね、なくなっちゃったんですよね、残念。これですよね、初代ロードスターですけども、これね、すごく僕、印象に残ってます。なんか初代ロードスターって言うと、この色を思い出しますもんね、結構。これ結構走ってましたよ。うん。こういう色でまたね、出してほしい。これは三菱のデリカミニなんですけどもね。 これすごい大人気でね、すごい受注台数集めてるんですけどもそのね大半がねこのアッシュグリーンメタリックらしいんですよね、うん、これツートンブラックとのツートンになってますけどもこの色もすごいいい色でね、うん、こういう色のロードスターあってもいいんじゃないかなと思う、うん、これはね大谷さんのね多分限定の帽子ですけどね この写真見てね、この僕、ロードスターのこの色の企画を思いついたんですよね。この色のロードスターがあったらいいなって思ったんでね、うん、この色好きなんですよね、なんかミリタリーグリーンみたいな色。これはどっかのね、記事から撮ってきた <laughs> 合成写真なんですけども、これはね、あの、ダークグリーンっぽいですね、ちょっとねうん、ブリティッシュグリーンっていうのかな。この色のロードスターもいいんじゃないですかね、すごく、うんかっこよく見えますよ。 僕はねどっちかっていうとこのミリタリーグリーンさっきの大谷さんの帽子みたいなこういう色のねロードスターとかあったらいいなと思いますね本当これはねうん惹かれますねホイールとかドアミラー黒にしたいですね、うん、そうするとすごく引き締まってすっかっこいいと思いますけどねどうですかねはいここでね僕の好きな漫画「ヘウゲもの」のネタをねちょっと入れますけども 古田織部っていう人が主人公なんですけどもこの人ねほんとグリーン好きなんですよね緑好きオリーブ色とか好きなんでこういう羽織着てますけどもね茶道具とか茶器とかもねこういう色のやつをすごく、うん、作らせてたんですよねそう織シシコーロですしこれはね熱田神宮にある名品中の名品ですね非常に深い緑が出てるんですけどもオリーブっていう色をね連想させるからこの織部っていう この感触名を選んんだみたいなんですよね漫画ではそう出てるんですけどもちょっとどうかわかんないですけど、ね、本当かどうかでもねそれぐらいオリーブっていう色に惹かれてたみたいですねだからオリベ好みのねロードスター是非出していただけたらなと思いますねはい3番目はイエローですねイエローもやっぱりねあの続けてほしいですね先代までは定番カラーだったんですよねこれが ND から残念ながら消滅とでイエローってねブラック っととねねすすごく合うと思ってんですよ、ね、ブラックのホロとかにすればねもうインパクトが絶大かなっていうこれ初代のロードスターこれもねすごくうん街走ってましたよこの色結構うんこういうポップな色をねロードスターいいと思うんですよね現行車種でいうとねこの黄色の国産車っていうとこの N1RS をね連想しますね僕。 この色のね N1 すごくいいんですよねかっこいいんですよ僕もね一日ねこれ借りたことあるんですけども本当に映えるんですよね海に持ってってもね山に持ってっても映えるんですよこの色うんあの特に黒とのツートンがすごくいいんですよねだからロードスターもこういう感じになると思うんですよねあのホイールとかねホロとかドアミラー黒くすればね黒と黄色のツートンでめちゃくちゃうんかっこいいと思いますよ うん、こういう感じになってまあ僕はね好みとしてはやっぱりホイールとかドアミラーフォロー黒くしてね黒,黒と黄色のツートンこれがたまらないなって感じしますけどねどうですかね次はですね究極のロードスターオーダーーダカラーですねこれはすごいです <laughs> これはねボディーカラーのみならずフォローのカラーとか内装色を組み合わせてですね自分だけのロードスターを作りましょうと。 こういううい企画どうですかねめちゃくちゃいいんじゃないですか例えばボディカラーを今までのね歴代のボディカラーから選ぶこれね95色あるらしいんですよ95色からホロのカラー多分34色ありますよね、うん、ブラウンシルバー、うん、ありますよねあと 990S の青みたいなやつあれでねホロのカラーとあと内装色もブラックとかテラコッタホワイト アイボリーみたいなのもあったかなこれの組み合わせでやったら相当なパターンできますよね何百万通りとかになるのかなちょっとわかんないですけどもす,すごいあれだ組み合わせがあると思うんですよねその中からね自分だけのロードスター作るなんて夢があっていいと思うんですよね楽しいと思うんですよまあ10万っていうことはできないと思うんでね20万とかになっちゃうかもしれないですけど20万ぐらいだったらね結構うんワンチャンありだなって思いますよね うん、納期もちょっとかかっちゃうかもしれないですけどねそれでもこういうねロードスターみたいな趣味性の高い車ってね、うん、申し込む人結構いるんじゃないでしょうかねだから、あのー、まだまだね <laughs> 現行の、ね、ND ロードスターね引っ張れますよ、うん、フルモデルチェンジしなくてもねこういう色のね、うん、パターン変えたりとかですねオーダーカラーとかにすればもうまだまだ <laughs> いけると思うんですけどねはい最後までご清聴ありがとうございました わかるは役に立ったわと少しでも持った方はですね。グッドボタンだけでも押してもらえると助かります。それでは失礼いたします。さようなら。